東山紀の社長やスノーマン安倍良平ら参加スマイルアップが能登被災地訪問を報告。スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所は6日、公式サイトで、先月28日に能登半島地震の被災地、石川、珠洲市で行った支援活動の詳細を報告した。東山紀の社長や、井ノ原快彦、TOKIO城島茂、スノーマン安倍良平らが被災者と交流したり、食事を提供する写真を公開。お見舞いの言葉とともに、スマイルアップ、グループでは、令和6年能登半島地震の発生以降、被災地の皆様のお役に立つことはできないかと検討し、今回、甚大な被害がございました石川県珠洲市におきまして、支援活動を実施いたしましたので、下記の通りご報告申し上げます、と前置きして、内容を報告した。訪問したのは同市の松蔭小学校で、約150名の被災された方々、ボランティアの皆様にラーメンの炊き出しとお菓子の詰め合わせ日用品などの物資をお届けいたしました。この度の活動におきましても、各自治体、地域の皆様にご尽力いただきましたおかげで、被災地の皆様にお食事をお届けすることができました。